ハル、おかわり。さっきあげたソーダ、もう飲んじゃったの？うん、飲んじゃった。今日なんか調子よくてさ、園長ちゃんがいるからかな。ソーダなんかで酔わないよ。ああ、でも園長ちゃんの可愛さに酔っちゃったのかもしれないね。あれ、十分休憩したでしょ。そろそろ作業を再開しなさい。もう？あと5分だけ。ダメです。倉庫のコレクション、燃やされたいんですか？燃やされたくないです。なら、さっさとなさい、ハルも。はいはい。てか、俺っちは話しながら作業してたけどね。あなたは、この後どうしますか？別に親切心ではありません。司令室に用事があったついでです。しかし園長は謝罪ばかりしていますね。すみませんという言葉、この2日で何度聞いたことやら。あなたの口癖なんですか？私に判断を求められても困りますが、時宜は考えた方がいいでしょう。何もしていないのに謝られるのはいささか居心地が悪いです。まあそうですね、感謝の意を求めたかったわけではありませんが、伝えたかったのはそういうことです。なすすべなく愛獣に襲われていたでしょうね。もっともそうなる前に私が救出していましたけど、どうして疑うのです？私だってヒーローの端くれ、困っている人は見過ごせません。それにあなたの肩書きは園長です。目の前でかつ光の速さで殉職されてはいろいろと迷惑ですから。かもしれないではなく未熟です。私が認めるね、そう言われると意地でも認めたくなくなりますが、悪くない目標です。言葉だけでないことを祈っています。返事だけは一人前ですね。園長は人の上に立つ存在だけは困りますが、しかしどもられるよりはよっぽどいい。そのあなたらしさ、失わないでください。では。